スレチックス藤波慎太郎が打者4人に3死球、19球でストライク4球で降板、3失点で防御率13-50。アスレチックス藤波慎太郎投手が5日、9号で4点リードの7回から3番手で登板。打者4人に3死球を与え、1アウトしか奪えず降板した。後続投手が失点したため、3分の1で3失点。防御率は13-50となった。藤波はこの試合が8試合目の登板先発4、救援4。前回登板の2日本拠地マリナーズ戦は1回無安打無失点で、メジャー7登板目にして初めて安打と失点がなかった。勢いに乗るかと思われたが、またしても課題の制球力を乱した。覚醒してるやん。エンジン全開やん。勝ってるのに出すなよ。すぐに交代するとは監督も成長したな。未だに使ってるアスレチックスが謎すぎるな。満塁にして帰っていくエンターテイナーさすがやな。ランナー貯めてアウト1個だけ取って交代とかおもろすぎやろ。藤波慎太郎選手をストライクが入らないので退場といたします。ちょっと抑えたら信用されててくさ、ただの偶然や。敗戦処理で使えよ、勝てそうな試合で使うのはリスキーすぎる。これはもう完全に信用なくしてるやんけ。あとはどうやってクビにするかって首脳陣が考えてる段階。藤波ってちょっと良かった試合の次はこんな感じになるよな。期待させてすぐ落とすの連続だからな。阪神は責任取ってたこ焼き屋の準備手伝ったれよ。阪神時代よりひどくなっててくさ、完全にぶっ壊れる前に日本帰ってこい。今なら腹が取ってくれるぞ。Y が投げてもノーアウト満塁にできるから、こいつは Y とあんま変わらんのやなって。野球の本場アメリカで野球史上最悪の投手って呼ばれるのがどれだけのものか日本人は理解してないね。YouTube で投手のリリースポイントを説明する動画があるけど、優秀な投手ほど腕の振りが同じなのは分かった。藤波は七色のリリースポイントで、安定してない。落合氏が言うように、単純に技術不足なんだろうね。阪神の時も中継ぎやっても良い時と悪い時の落差が大きかったし。先発とか中継ぎとか、そんなのは関係なし。ランナー全部返されててざまあもう首にしろや。メジャーで一つアウト取れるってすごいやん。藤波どうしちゃったんだよ。あごめん、元からか。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。